10円のラー作ろう。イエーイ。手がちょっと合ってなかったけどね。一番好きなルアーって何なの？フランクウェイ。なんで？かっこいい。かっこいいから。うん、パパも一緒なんだよ。じゃあね、クランク一回作ってみよう。まあこれでまず普通に動くだけでもすごく感動すると思うんだけど、まあ釣れたらもっと嬉しいやん。で、今はまだなんていうの、こういったクランクベイトとかが釣れやすい時期っていうのもあるから作ってみよう。これね、一応ね、100均の、材料で作れるっていう話でもあるから、それでちょっと作ってみよう。はい、どうぞ。これに、じゃあ何で書こうか。これでいい？うん。これ見て。どうでもいいよ。どの形が好き？これ。おっと、マジ？この形好き？失敗。これもね、パパ大好きです。で、まあこういう風なやつでもいいし、まあなんていうの？こういうのだけでもいい。こういうのだけで何もついてない。そうそう、柄とか別に入れてもいいけど、だそれでいろいろね、なんかね、魚も見え方が違うっつってるのね。で、こうやってさ点あるじゃん、点。この点があることでここを狙ってくることがあるんだ。だからそういうの入れたり、こういう柄から、うん、これでも掘ってんだよ、ってるからこういう風になってる。うん、まあまあ、そう、なんか最初はそんな難しいの作らなきゃいいと思う。どうする？自由でいいと思う。本当の魚っぽくしてもいいと思うし、なんだろう、なんか全然関係ないデザインマーク、何で釣れるか分かんないのがバスフィッシングの面白いところ。いいんじゃない？綺麗だね。でもね、フックはね、ここじゃなくて、ね、うん、ここにつけてる。間違えた。まあいいじゃん。オッケー、こんな感じだね。まずじゃあ、こっちに先書こうか。こっちに先書こうか。じゃあ、まあ、これでどうですか。これスこれって、うん、英語で言うとトレース、トレース、うん、で、どうせで、この上からこいつを押せばいいんだ。こうやって押す。これで後で貼り付けるんだけど、でとりあえず1個作られるんだから、うん、これをガーッと落とさないと、うん、うん、押す押す押す、ずっと真っ暗だよ。うんうん、いいんだ。あーっと長さが足りません。早いね。これ結構簡単に終わっちゃうわ。ペペペってやれば。あとはここら辺は綺麗。じゃあやってみ。もうちょっともうちょっと。そう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 。で、立ったら腰上げて。そう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 。で、これをよいしょ。で、
押さえる、でまっすぐまっすぐ下ろして、力いらんよ、力いらん、まっすぐ下ろして、そう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 、で引っ張る、下ろす、引っ張る、下ろす、引っ張る、でいっぱいになってしまったからストップ。なもう多分これ当たってしまうねんや、ほらほらな、じゃあ抜く、一回こうやってでギザギザやりながら抜くね、そしたら折れなくて済む。 OK、 じゃあ次はこれを裏返しといたらいいよ、こうしよっか、あ無理かな、難しいね、じゃあ次こう、うん、じゃあ次は手で押さえよう、手で押さえて、でそこをまっすぐ、まっすぐね、刃をまっすぐに入れないとダメだから、そうそうそう、でまっすぐ、そうそうそう、押さえろ、で下に下に押す、 OK、 こんな感じ。これでノコギリの使い方を覚えれば、まあもっといろんな工作が自分でできるようになるから、まあこのここ周りはパパがやるわ、ちょっと難しいからね。よし、じゃあ次はこれを削っていこうか、こっちをまず綺麗に削った方がいいかもね。いや人生初か、小型でもね、こういうのは使えるようにならないとダメだから、つけるのは右手だけでいいと思うよ。あ嘘、ごめん、左手サクサクいける、こうだね、この方がいいや、こっちで持つじゃん、で親指で押す、皮むきしたことある？ない、ないか、んでだから昔はこれで鉛筆を、そう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 、これとかもこうやって鉛筆を削って刃物を使う練習してたんだ。クレープみたい？向きがある、うん、こっち向きの方がほら全然綺麗に削れるじゃん、反対の方がなんかボソボソになるっしょ、そう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 、そしたら、まあ、分かるこう、まずまずね、左手に、でこれリンゴだと思えばいいんだよ、でこの親指でこう、ここ、こう押すからね、でじゃそれじゃ力入れすぎ、力入れなくていいから、ちょっと待って、じゃか、いや、構えが悪いわ、じゃこうだからこういう感じで持つ、だからじゃあ押さえるだな、押さえて、ここだよ、押さえてこうで、でもうちょいこうだね、でこう、そう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 、ちょっと反対、そう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 、で今力入れすぎ、こっちグッてやってるからそのポンと飛んじゃうんだよ、飛んだらこれがどこに行くって感じ、話じゃんでしょ、だから力を入れないように親指で押していく感じ、こうやっていくのが一番いいかもしれない、こう一回やってみて、自分の力で
危ない危ない、ほら滑ってるでしょ、危ないよ。で、あなたここ見えてるね、このかっこいいね。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと上も、上も、上も、うん、そう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 、いい感じ、いい感じ、そうそうそう、いいぞ。おーな、これで指がこうなってたらあーやろ、だから気ぃつけてやらなあかんから、手の位置っていうのは重要。やってみる、上手じゃないよ。怖い怖い、ママだよ。分かった、もうそっち一緒にやるか。じゃあここ行くよ、せーの、せーの、いいんじゃない、おお、いいんじゃない、いい感じで、これでいいんじゃない。じゃあこれしよう、せーの、そうそうそう、あんま力入れなくて大丈夫だよ。うこいってもここなんか硬いな。なんでこんな硬いやん。さっきまでは柔らかかったのに。ここで声が欲しい。やっぱり人気に強制される。これ欲しい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 。それでもまあまあ、表現できるんだけど、人体できるんだけど。なあ、なんなんやろ、だいぶでかいわ、だいぶでかい。これも多分めっちゃ遠いで行くんじゃない、やっぱ、うん、難しいね。まあまあまあ、でも慣れだよ、こんなの。だって今日初めてやるじゃん、うんうん、そういうもんだよ、慣れだよ、慣れ。ちょっと一回ゴミ引っ込んでするわ。うん、じゃあある程度パパが形を整えるから、そっから自分でこう丸めていく作業をしよう。大変、とりあえずパパが、なんか赤いのついてるの気にせんとりましたまあこっからじゃあ形を整えていこう。あの紙やすり使って整えていこう。あ、ツルツル、うんうん、でも、そっからもっとツルツルしたいんだよね。で、これもっと、あれだよ、力かけてもいい。で、こうね、全体を見ながら角を取っていくの。まだ、今だったらここがさ、ボコボコしてるじゃん。だから、ここを強く当てて、めっちゃ飛ぶね。マスクいるな。マスクあった？小学校のやつ。小学校のやつ、小学校のやつ買おうかね。ちょっと、ちょっと見ていこうか。まあそっか、スプリング、まあ、3グラムでは投げれるやろ。ここに何入れるの？森。使ってみよう。あー、でもな、ちょっとな、あれだな、どうしようかな。いいんだよ。これをね、こうやってさ、こうやってみよう。半分にした時にくっつくじゃん。ついてるけど微妙だねまあでもこれぐらいであれするといいか。
とか後で大丈夫。大きすぎたね。で、これマニキュアの、うん、トップコート。これなんか爪とかを硬くするらしいんだけど、パパにはよくわからないです。うん、ちょっと待って、一回。で、これね、マスクした方がいいかもしれない。これね、これダメなんだよ。まあ、体に悪いんだよね、要するに。で、頭がクラクラしたりして、脳、良くない。でも最初はね、手で削ってこういう形にしようって言ってやってるんだよ。そうそうそう。こういうのはハンドメイドって言うんだよ。ハンドでメイドね、手で作ってるからハンドメイドって言うんだよ。いいんじゃない、とりあえずこれで乾かそう。くせ。よし、まあこれはあと3回ぐらいやらないとダメなんだって。じゃあ今日はこれで終わりだ。ではまた次回。さようなら。